ウィーリーグ、新潟レディースは16日のホーム地フレ埼玉戦に向け、聖老町で準備を進めている。広島、3日、2から1、とのリーグ再開戦から2試合連続で先発出場し、連勝に貢献した MF 川村優里34、は、与えられた時間で結果を残すしかないし、目の前の1試合1試合を全員で戦っていくだけ、と今季初の3連勝へ。 気持ちを高ぶらせた前節10日には w リーグ発足後3期目で初めて日テレ東京 V102 勝った第8節終了時点で17得点とリーグ屈指の得点力を誇った相手にボールを保持される時間が多く特に後半は苦しい展開が続いただがリーグ2位の5失点で堅守を誇る新潟も負けじと体を張り全員で1点を死守した 体を張るところは自分たちの強みだし失点しないというところは良かった。3位と4位の上位対決だっただけに気合も入っていた。上に行くためには上のチームを食っていくしかない。相手がベレーザだから良かったとかではないですけど、凶暴と言われるチームにホームで勝てたことは自信にもなる、と勝利を喜んだ。リーグ再開から2連勝。 対するチフレ埼玉もリーグ戦で3連勝中と波に乗る河村は負けてないって言うだけあって勢いもすごいあると相手を警戒するがホーム連戦で絶対負けちゃいけないしそういう相手に勝つからこそ自分たちにも勢いが出てくる何としてでも勝ちたい冷静な口調で勝利を誓った大島恭哉